今日6月9日は県民ロックの日です。小城市では警察官らが駅の利用者に自転車の鍵かけを徹底するよう呼びかけました。この活動は社会人や学生が多く利用する自転車の盗難被害を防ぐため県民ロックの日に合わせて小城警察署などが行ったものです。通勤通学の時間帯に管内3つの駅で合計300個のティッシュを配り鍵かけの徹底を呼びかけました。265番。また警察は3年ほど前から毎月駅で無施錠の自転車にワイヤーロックをかける活動をしていて、無施錠の自転車は全体の 5% 以下と活動前の半分以下の割合になっているということです。窃盗被害のうちのですね、およそ8割ぐらいがですね、無施錠被害なんですね。今回こういった活動をしてですね、鍵かけの意識づけができればなと思っております。